この椅子を使ってよくやってたんですけど、バラバラだとゴールはどこ行くか分かんないですよね。まあ、僕が言ったから日本代表する年になったんじゃないかなと今も思っていますみなさんこんにちは、吉見一樹です。本日はですね、野球の中で一番大切であるキャッチボールを、皆さんに教えたいなと思います。僕が一番大事にしていたことはキャッチボールだったので、それの引き出しを皆さんに伝えるので早速いきますか。野球の基本、キャッチボール編ですね。で、実はですね、今日本でもね、トップに上り詰めた、ドラゴンズの大野雄大、ソフトバンクホークスの千賀滉大、実は僕昔一緒にトレーニングしたんですけども、ちょっとしたワンポイントで日本を代表する投手になっちゃいました。プロもアマも、ためになることばかりです。満載だらけです。ぜひ見てください。よっしゃ、行くぞ。今回は愛知県東海市にある、ダイヤパークさんの室内をお借りしてキャッチボールを、お伝えしたいと思います。まず僕が一番大事にしていること、これはもう野球を引退するまで、野球を極めようと思って、思うまで、やっていたこと、それはですね、本当シンプルで、しっかり立って最後もしっかり立つということをまず一番最初に注意していたこと、その中でその中の過程があるので、そういうものは、これから伝えていきたいと思うんですけども、まずボールの握りですよね。皆さんもう野球経験者ならご存知だと思うんですけども、右ピッチャーであれば、右投げであれば、こういう、中指側に、膨らみを持たせるというか、まあ、英語の C の反対ですよね。中指のが長いのでこうやって持ちますよね。で、まあ、指は、まあ、1本分、好きな形でもいいんですけども、僕は指1本入るか入らないかぐらいの形です。親指はもう本当にこの中指と人差し指のセンターというんですかね、こういうふうに握っています。もう本当に一番握りやすい握り、野球選手の中でもこれが基本って言いましたけど、こう握ってる人もいました。名前を出すと、僕と同級生の浅尾拓也、今コーチですね、二軍コーチしてるんですけども、ドラゴンズのは逆握っていた記憶があります。小笠原投手もね、左投げなんですけど、こうやって普通こうやって持つんです。左ピッチャーは C で、でも小笠原投手も右ピッチャーが投げる持ち方で持ってましたね。でも今年の試合、2021年の試合、一度映像で見たんですけど、こっちに変わってました。なのでちょっといろいろ本人も試行錯誤してこっちにしたんじゃないかなと思ってるんですけども、その真相は今度聞いておきます。はい、これ握り方人それぞれあるので好きな握り方ではいいんですけども、まあ、ただ、中指の方が絶対長いですよね、基本的に。なので C の逆で持ってもらった方がこっちも上がっていってるのでちょうどいい形になる、なりますよね。指は、1本入るか入らないかぐらいの感覚で、僕はで親指はセンター、中指と人差し指の中心ですね。はい、時々こう揃える人いるじゃないですか。はいはいはい、揃えると、多分ボールのスピンはかけやすくなると思います。ただ僕の場合はどこに行くか分かんないです。で、広げすぎるとコントロールはつくんですけど、ボールの回転は弱くなる。もう一個言いますと、僕は最後の方ね、こだわったんですけど、この赤い縫い糸ありますよね。これが、右投げなら、く。わかります?く。こっちだったら、
逆空ですよね。なので僕はこれを 空にして持ってました。まっすぐの場合はこれ持ってもらって分かると思うんですけども、逆で持つと、逆の空で持つとこう 山を感じない、縫い目を感じないんで、空で持つようにしてたので、たまたま発見したんですけど、こっちの方がなんかこう指にかかってる感があるというか、こっちはないんですよね、かかってる感が。で今意識したらなくて全然で、意識してみるとこっちの方が投げやすいので、こっちの方が投げやすいというか、指にかかってる感があるのでこっちにしています。まず握りはこれで、もう一個いろいろあるんですけども、やっぱりそのトップっていう位置がありまして、投げるときってこうはまらなくちゃいけないところがありまして、それがやっぱりこう、バラバラだとゴールはどこ行くか分かんないですよね。技術があるとそこに合わせられますけど、基本的に技術がない人ばかりなので、トップの位置をしっかりと作るようにしてもらいたいと思います。でそれの作る練習として、僕がよく特にキャンプ中ですね、まだ投げ出して、間もない頃、シーズン入ってね、間もない頃、感覚がまだないのでよくしていたことが、この椅子を使ってよくやってたんですけど、本当に普通に座ってもらって上半身の力だけ投げます。上半身だけ使ってこうやって、でこの時におかしくなると、肩より下でトップを作っちゃうと、まあ引っ掛けるというか、そこに行かない、投げたい場所に。でもっと言うと、低いと怪我をする恐れがあるので、この形っていうのは、肩より上でトップを作るように、自然なところで意識してこうやって上げなくてもいいし、好きな場所でいいんですけども、自然なところで作る。で右手だけこうやってやるんじゃなくて、体を回旋するって言えばいいんですかね、こう横にひねるって言えばいいんですかね、ひねるとこういう形になるんで、常にこういう形を作れるように投げて、これをずっと壁当てでして、自分の中で形を作るようにしてました。このトップが決まると、大体狙ったところに投げれるようになってきます。やっぱりここってすごく大事で、トップっていうのは。これをずっとやってました。で、これを右手だけでやると、こういう感じですよ。ずっと正対したまま。なので、さっきも言いましたけど、回線を入れてもらって投げる。回線をね、投げる。すると、回線入れてあげると、こうなりますよね。入れないと、こうですよね。で実際投げるときってこうですよね、回線入れてあげてるんで、でも入れてあげないとこのままこうやっていくとこうですよね。で入れてあげると この差、これが要は壁を作るんで、左手でで投げることだけ。あとは最初に言ったしっかり立ってしっかり立つ、最後立つということをもう一回いきます。しっかり立ってしっかり立つということをやってもらいたいなと思います。基本キャッチボールの、基本はそこだけです。応用になるとまだたくさんあるんですけども、2人に共通して言えることは、めちゃくちゃ下手くそだなと、まあ、僕が言ったから日本代表する年になったんじゃないかなと今は思っています。たったこれだけって思うかもしれないんですけども、